挿入キー、挿入キーは、ワードプロセッサーやコンピュータ用のキーボードのキーの一つ。通常は、インサート、インス、挿入などと刻印されており、文字入力時の挿入モードと上書きモードの切り替えなどに使用される。挿入キーを、文章やコマンドの入力中に押すことで、挿入モードと上書きモードの切り替えをすることができる。 古典的なテキストモード環境の多くでは置換モードがデフォルトであったため、最初に挿入キーを押すと挿入モードになった。しかし現在の多くの GUI 環境のワープロソフトでは挿入モードがデフォルトとなったため、最初に挿入キーを押すと上書きモードになる場合が多い。ノート PC の例ノートパソコンでの挿入キーの位置は、バックスペースの上、ファンクションキーのさらに上など、いろいろである。 初期のパーソナルコンピュータのキーボードでは、挿入キーは存在しないもの、電気側にしかないものもある。PC、AT5 換気で現在の位置となったのは、101キーボード以降である。最近のキーボードの中には、挿入キーが電気側にしか存在せず、代わりに2倍のサイズの削除キーが置かれたものもある。なお、上書きモードは、重ね書きモード、重ね打ちモードなどとも呼ばれる。 マッキントッシュでは挿入キーはヘルプキーに名称変更された。通常はヘルプキーを押すとそのアプリケーションソフトウェアのヘルプが表示される。しかしコマンドラインで押すと互換性確保のため本来の機能で働く。最近のキーボードでは FN キーに置き換わった。挿入モードと上書きモードでのデフォルトやカーソルの形状は環境による。 古典的なテキストベースのコンピュータ処理環境や端末などの多くでは上書きモードがデフォルトで上書きモードでのカーソル形状はブロックで上書きされる文字を反転表示する。挿入モードではカーソル形状は通常の下線となる。現在の一般的な GUI 環境の多くでは挿入モードがデフォルトで挿入モードでのカーソル形状は縦線である。 マイクロソフトワードなどのワープロソフトの多くでは、上書きモードでもカーソル形状は縦線のままで変化せず、代わりにステータスバーのアブアインジケーターがハイライト表示になる。OpenOffice.org やいくつかのテキストエディタでは、古典的なテキストベース環境と同じように、上書きモードでのカーソル形状は、ブロックの反転表示に変化する。 マイクロソフト i n d o w s やいくつかのアプリケーションソフトウェアでは挿入キーを使用した以下のショートカットキーが使用できる。この動作はサーのクーアに由来している。PFU キーボードコレクションハットコーディングホラー、キーボーディング。ありがとうございます。